341ページからちょっとまず掛け釘の掛け物の釘のことってありまして、軸釘の打ち方の肘というものについて説かれているんです。で、そもそもなんでそういう話が出てきたかっていうと、利休さんがある時は利休さんの所持している秘蔵の名物の翼竜庵の墨跡をある貝にかけた時に、このように結んでかけていたのを南方宗慶がはたと気づいて、先生なんでこうやってやってるんですかって質問したんですって。そしたら利休さんは、あ、なんでやったか忘れちゃったで、再びそれを見た時にまた利休さんに聞いたら、最近年寄りの物忘れが激しくってね、結局教えてくれないんですよ。ですけれども、南方宗慶は最初にこれを見た時にふと、その時はまあそうですかで、特に気にもしなかったらしいんですけれども、それ以降利休さんの軸のここ注目してたそうなんです。で、翼竜庵以外では一切このようにかけてないのに、翼竜庵の時だけ必ずこのようにしてたっていうのに気づいて、それでも利休さんに質問しても結果教えてくれないので、ただ南方宗慶はこれは名物、秘蔵の名物の掛け物をかける時の肘に違いないっていうことに気づくんですよ。それで南方宗慶も、じゃあ自分も秘蔵の名物の墨跡をかけて利休さんと同じようにして利休さんをお招きしてみようと思って、そうしたら利休さんが、南方宗慶がこれをやってるのを見て、カラス鵜の真似とはまさにこういうこと、よくもわからないことをやっちゃってるよこの人って笑い通すんですね。ですけれども南方宗慶は、私は弟子で利休、まあ師匠してる関係で、弟子が師の真似をしてそれに対する、まあ、吟味、是非を問いたいっていうことで問い詰めて、初めて利休さんが教えてくれたのが掛け軸のこの釘の打ち方の肘と掛けの結びの肘なんですって。で、そもそもじゃあこれは何でこうしてたかっていうと、この軸釘、普通に床の中心に打つじゃないですか。まあ今は普通に。ですけれども、利休さんはそれをやってしまうと、名物だろうと波のものだろうと全く同じ場所にかかる。これは良くない。空物だって違うじゃないですか。やっぱり器物だってお手前の時に名物であれば名物なりの置き合わせだとか、手前まで書いてとかやるのに、掛け物こそ第一の道具って言ってる以上、それに対してどれもこれも同じ場所にある、それはちょっとやっぱりダメだ、ということで、この釘、ここちょうどこの天井のこの天井板あるじゃないですか、でこのラインが中心なんですよ実は、でそこからずれてるのわかりますかね、勝手付きの方に、でこれは釘の分だけ外すって言い方するんですけれども、この釘は大体4分なんですよ。なので、これを真ん中に打って、その釘の分だけ勝手にずらすとなると、およそ半分の2分ほど、こっちにずれるっていう感じになる。で、そのずらして打つ。そうすることによって、波のものを普通にかけた時には、中心よりちょっとずれるんですよ。ですけれども、名物の時には中心に合わせたい。なので、このように、巻きを結んで、巻きを軸の中心部にするんです。そして、かけることによって、自動的に軸が真ん中に来るんですね。それで名物と波のものとの違いをつけた。で、これはもともとは村田寿光が援護国語の墨跡をかけた時にやったものなんだよっていうのを教えてくれたそうなんですけれども、その時にすでにやっぱりその波のものと名物とを
箔を分けるためにこのようにしました、うん、ですけれども南方宗慶さん知らなくて、もしまあ当然知らなかったんですけれども、軸の真ん中に釘を打ってるんだとしたら、これをやっちゃったら名物ずらしちゃってるじゃんって話になるじゃないですか。だから利休さん笑ったんでしょうね。なぜこれをやってるのかの真意がわからなければ。だからもしも真ん中に打っちゃってるとしたら、波のものは逆にこうやって結びを作ってずらすべきなんです。で、名物の時はその普通にかければピシッと真ん中になりますから。ただ波のもので前の前のこんなことですとめんどくさいじゃないですか。なので、常時のものは、常設のものっていうのはわざとあえてずらして軸を。釘を打つっていう働きをしていたそうです。で、これとこの図は逆なんですよ。で、なぜかっていうと、これは草庵駒の逆、下座床、はい、なのでこっち側が勝手つきなんですね。下座床、ここは純床なので、うんうん、こっち側が勝手つき、なので純読か逆読かで和装の向き結びの位置が変わっております。まあいろいろ考えてたんですね。だからまあ今でこそこういうことってのはやられることなんてないですけれども、まあ、ご存知の方で、心して最初にもう釘をそういうポイントに打ってる方は、やってる方もいらっしゃるかもわかんないですけれども、あくまでこれって名物に対するものなので、今の時代で言ったら、例えば、家元ですとか、うん、大徳寺の館長ですとか、うん、そういった方々ではやらないです。うん、東屋の五物クラス。だから本当の名物。名物。なので、はい、そんなもんないじゃないですか、はい、なのでこうやることはないですけれども、うん、ただ美術館なんかですと墨跡展って時々あったりするんですよ。でその時に僕何度もう本当に指折り数で 1,2 回ぐらい程度ですけれども、援護国語ってこれをやってるのを見たことがあるんです。ただそれは得じゃないですよ、はい、グワーってガラス天井の、でも他のやつは普通にかかってるのに、縁物だけ結んであるものがあったんですよ。ただそれは全部が全部じゃないんですけれども、他でやった時に縁物と見た時は普通にかけてあったりしましたけれども、おそらくそれは学芸員さんですとか、その美術館の館長さんが、そういった受講の古術を知ってて、やられたかのかなって。ただ、そんなのってこれを知らなきゃ、こう、軸って、ここじゃないですか。先生見ても一文字とか天地だとか、こんなところ注目する方いないじゃないですか。ですけれども、その古実を知ってるか知らないかで、もしいつかどこかでそれを知ってる方がそのようにした時に、得られる感動ってもやっぱあるんですよ。この方を知っておるっていう。同じ料金を払うんだったらより感動したいじゃないですか。だから、今やられることではないんですけれども、やっぱりそういった歴史だとか研究学者さんなんかではあえてその様式っていうものをやってる方もいらっしゃるんだなっていうのはその時思ったんですけどね。まああとはちょっと稽古物の軸なんかでもこんな風にしてみるっていうのもちょっと面白いと思うんですよね。そうすることによっていわゆる軸にも確ってあるんですよ。やっぱりわざわざここに来て、まあ、今乗っかっちゃってますけれども、昔はここに お殿様とか、皇族の方とかが座る場所で、で、やっぱり、もう席に入ってきて真っ先に手ついて頭下げる軸って、軸っていうか道具ってこれだけなんですよ。人なんですね。なので、まずやっぱり、山の上掃除機でも、解かれてましたけれども、軸で最も重要なのは、まず第一に誰が書いたか。これが第一に大事だ。その次に何が書かれているか。これが大事だ。
ということで、やっぱりその書かれた方によって書くっていうのは当然ありますから、そういったものをすごく気にしながら利休さんは、まあ、当然そういったものを教わってやってたんでしょうけれども、まあ肘っていうものは経験に人に言うもんでもないので、うん、なんでやったか忘れちゃったなんて匂わせながらやられてたんでしょうね。そうですか。ということで、まあちょっとこの図のちょっと分かりにくいかなと思ったので、その点のお話でした。チャンネル登録をぜひお願いします。